家でこうやってあくびしてさ、あくびし終わった後さ、もうなんかこう指揮者みたいにこう締めたくなっちゃうよね。ね、わたげです。今日の朝ごはん、納豆とかぼちゃです。ご丁寧に紹介ありがとうございます。あの、私今春休みでね、花粉と戦いながら毎日過ごしてるんですけど、あいつらってマジ厄介よな。なんかこんなに私引きこもってるのにさ、全然外出てない、引きこもりにすらアタックしてくる、そのド S 精神嫌いじゃないですけど、ちょっとそろそろさすがに外に出ないとマジ廃人になってしまう、廃人になってしまうよということで、今日はおめかしをして外に外出しようと思います。はい、久しぶりにカラコンを入れました。もう目の中に何か入ってるというのが不快で仕方ないので、いつも家の中ではメガネを過ごしてるんですけど、この日はね、ちゃんと気合を入れて目にぶち込みました。最近ちょっと疲れてるのかもしれません。はい、ということで、あっという間に化粧の完成。はい、これ最近お気に入りのリップです。あ、ちょっと美容系みたいに紹介してみちゃったり。はい、迫力。わたげチャンネル。プリティ。久しぶりの外出、お出かけなので、ちょっと今日は気合を入れて、おめかしして、なんかこう、おしゃれな、まだ全然決まってないんですけど、おしゃれなところに行きたい。なんかすごい回転しながらヘアアイロンかけます。最近はもうめっきりね、防寒重視で、パーカー、ダウン、靴下、みたいな感じでね、外出てたんですけど、今日の目標はね、なんか中目黒のカフェとか行きたいなと思って、なのでちょっとおめかしします。はい、ということで、どうでしょうか。こんな感じで女の子らしいファッションをチョイス、こんな感じで、あの、いい女感を出しつつ、この一人お一人様の高貴なイメージを持たせられるようにしました。ということで、多分カフェ目指してちょっと外に出てみます。はい、ということで無事に到着しました。私の中のカフェ、いきなりステーキです。違うんですよ、あの、本当にカフェを目指して外に出て、あの、電車に乗ったんですけど、行き道であまりにもお腹が空いていたのと、あまりにも胃が肉を求めていたことに、ちょっと自分で、本当は自分の気持ちに蓋をしていたんですけど、ちょっと耐えられなくなってしまい、あの、衝動で入ってしまいました。安心します、I'm home. Pretty. 最近ね、私の動画では撮ってなかったんですけど、あの、初めてのお店にぼっち飯してみようチャレンジウィークを、ウィークではないな、あの、マンスをしておりまして、結構ね、この期間でいろんなお店をこう開拓してたんだけど、でもやっぱりその初めて行くお店ってさ、やっぱ一人でご飯食べると、そのご飯食べ終わった後の食器、これは持っていくものなのか、それとも置いてっていいものなのか、これはもう勝手に帰っていいのか、どういうシステムなんだみたいな、システム、お店ごとにシステムって違うじゃないですか。それにもう毎回のように苦しめられて、これはどうするべきなんだろうみたいなのを毎回悩んで、でも周りに聞けないから、なんか周りのおじさんとかが食べ終わって席立つのを待って、それを見てから、あ、これ置いてくやつなんだ、置いてっていいやつなんだって判断して帰るみたいな、謎のタイムロスが多いんですよね、私のぼっち飯は。だからこうやって久しぶりにこの安心感のあるいきなりステーキに来られて、私はとても嬉しいです。こうやってスープを飲んでいると、だんだん肉の忍び寄る音がやってきたので、なんとなくそれを察知してスープを置きます。お肉ね、お目覚めがいたりますので、お好みの焼き鳥になってからですね、今のお気に入りに入れようかです。はい、ちょっと何言ってるかは全然聞き取れなかったんですけど、まあ、聞き取れてる風に相槌を打って事なきを得ました。皆さんすみません、飯テロでね、でこのね、上に乗ってる黄色のうんちみたいなやつはね、いつまでたっても何なのかはわからないんですけどもね、とりあえずあのこのソースをかけてジュワーっとさせます。もう全くの視界不良、すごい煙ですね。でもこの瞬間が楽しいよね、この一人で言えばちょっと抑えきれない、このちょっと跳ねましたけど、もうこうやって塩をかけるのもお手のものです。こうやってね、下上からなんですね、これ出るのが。
グリグリやるタイプに見せかけて上に穴が開いている、これいきなりステーキのトラップなんですけど、私はもうこれ3回ほど経験しているので、あのもう引っかかることはありません。でこの胡椒は下からなので、こうやってあのかっこいいので無駄に多くかけます。はい、この動作がかっこいいのでね、これで周りと差をつけることができます。コーナーで差をつけていきましょう。いただきます。ポイティ。いきなりステーキで思い出したんですけど、今ってめちゃめちゃその受験真っ只中というか、まあ卒業シーズンだったり、その新生活シーズンじゃないですか。いきなりステーキの思い出したっていうか、あの私もね、あの2年前にですね、あの大学に入学しまして、入学式の後にあのぼっち飯でね、いきなりステーキさんにお世話になったんですけども、それで思い出したっていう話ね。だけどその受験とかで思い出すってさ、もう私本当にこう見えて私めちゃめちゃ昔ガリ勉で、見えないでしょ、全然見えないでしょ。実はそうなんですよ、大学受験を除いて、そのそれ以前の受験は、ま、私も周りに、ね、あの友達がおりましたわけで、その受験期ってさ、マジでその周りの進捗とか、なんか周りの友達の 言動一個一個すごい気になるじゃん。あれマジしんどいよな。なんか私塾行ってたんですけど、そのなんか一日遊ぶだけでもさ、なんかもう塾にも塾の周りの人にもバレないように、なんかひっそり遊ぶみたいな、なんかバレたら、ああの子遊んでたんだけどそんなに余裕なんだねわらみたいな感じで見られるんじゃないかとか、まあ、別に見られるんだよ。ほんと私結構ね、あの塾で浮くタイプっていうか、なんかあの塾で馴染めてなくて、小4ぐらいの時から塾に通ってたんですけど、その私の通ってた塾がそのグループ講習で、でそのグループのメンツも正直その同じ、ほとんど同じ小学校の人だから、あんまり学校と変わんないわけね。まあ、学校の少人数バージョンみたいな、放課後もちょっとそこで勉強するみたいな感じだったんだけど、私ちょっとあまりにも私無口すぎて、多分その当時からなんかその人とあんま関わりたくない時は関わらないみたいな精神があったので、もう放課後に友達とそんな無駄に絡みたくなくてなんかその絡みたくないがゆえにガリ勉キャラみたいなの気づいちゃったの、その塾の中でね。なんかもう本当に塾では一切話しませんみたいな、喋りたくないがゆえに、でそのキャラを気づいちゃったもんだから、本当にもう勉強頑張らなきゃいけなくてくっそガリ勉だった時の私の写真がこれです。やばくない？え、もう絶対関わりたくないよね。本当に私、今でもちょっと一回これ黒歴史なんですけど、ここから私のネクラ人生が始まったと言っても過言ではない。まあ私はそのままね、あの進学、中学校に入学しまして、まあ中学校、まあその小学校の時からずっと、そこのね、ようわからないメガネをかけ、教室では渡辺さんと呼ばれる。みんなあだ名があるのに私は渡辺さん。で中学校に入ってもそのまま小学校のままあのガリ勉キャラみたいなそのネクラを引き継いでしまい、あのねそこでデビュー、中学デビューできればよかったんですけどね、そこがあのうまくいかず、まあこんな感じのいかにもみたいな感じのね中学生になり、でこの時に私はね、あの女子バスケ部に入りたくて、なんかジョバスってなんかすごいなんかキラキライメージやん、だからなんかそこでデビューできるかなと思って、あの女子バスケ部に入るつもりでいたんですけど、たまたま入学してすぐ仲良くなった同じクラスの子に半ば強制的に吹奏楽部にあの一緒に入れられまして、無事水部女子になったわけなんですけども、あのそこから半年ほどしまして、その女の子とあの絶交いたしまして、もう最悪ですよね。であのその私が絶交した女の子と、その私が一番その部活の中で関わることのあるその私と同じ学年の同じパートの子がすごく仲良くなってしまって、私は本当に居場所を失って、あの一時期ずっとあの移動教室の時は一回トイレに逃げて、みんなが移動教室終わったタイミング、もうチャイムが鳴るギリギリのタイミングでいつもあの走って移動教室してました。わたげチャンネル。その楽しくない話は一旦置いておきまして、その小学校とかからなんか私結構顔が変わりましてね、こんな感じで変わってるよね、大丈夫だよね。まあ、多分その大まかは成長とあと歯の矯正、その小学校の時にすごいね歯並びをしていて、なんかもう本当にスキッパで出っ歯でなんかこうねじれてるみたいな感じのやつがすっごいずっとコンプレックスで、まあ中学までずっとそうだったんですけど、高校になってやっとちょっとずつ矯正始めて、今はまあがっつりしてて、だいぶね
笑えるようになりました。なんか中学までずっとそれをコンプレックスすぎて、まあ、こういう笑い方だったり、あとなんか口を閉じてなんかこういう笑い方だったり、もういかにも陰みたいな、まあ別に今も陰は抜けてはないですけど、その、まあ、その写真を撮るにしても全部こういうなんかもういかにもっていう感じがずっと出ちゃうから、あのマジね、矯正を早くやった方が良かったなと思ったので、ぜひ皆さんやってみてください。以上、元陰キャ現陰キャの私からの何の役にも立たないアドバイスでした。何この動画、ポイティ ここで私新事実を知ってしまいまして、いきなりステーキってさ、なんか自分の好きなグラム数頼めるシステムもあるじゃん。でも私それちょっと難しくて、あのなんかもう元々メニューに載ってる 150g みたいなやつをもうそれしか頼んでこなかったんだけど、あの私の後ろの人がね、そのオーダーカットで注文するつわものぼっちの方だったんだけど、そしたらなんか、あのこちらでお肉のグラム数よろしいですかって店員さんが肉持って席まで来たの、確認に。それめっちゃなんかさ、高級料理店みたいでかっこいいなと思って、ちょっとすごい見とれちゃったので、私も次はそのかっこいい、なんかちょっとクロートいきなりステーカーにあのなるためにオーダーカットやってみ、注文してみようかなって決意を決めた、そんな大人の階段を上る一日でした。とても有意義なぼっち飯、ごちそうさまでした。じゃあさすがにね、おめかししていきなりステーキだけはちょっともったいないなと思って、あのちょっと私の貧乏精神が働いたので、あの帰りにねタリーズに寄り道しました。はい、あの仕切り越しにね、あの隣の人と一緒にお茶をしました。全然知らん人、あすいません、全然別日の、あのマジナウの私からなんですけど、あの50万人の登録者数の方が行ったみたいで、あのすいません、本当にありがとうございます。意味がわからないよね。こうし私何も成し遂げてないのに、本当になんか逆に皆さんがおめでとうっていう感じです。